はい、皆様こんばんは、カズチューブです。コメントをご紹介するコーナー、僕のツイッターに寄せられました皆様からのコメントをご紹介するバージョン、これも久しぶりだね。もう最近時間がなくてこれもできなくてすいませんでした。今日たくさんの方がね送ってくださいました。ご新規の方もいらっしゃいませっていう感じで、ご常連の方もいつもありがとうございますということ。そうそう、僕のツイッターの気がつけば、全然今見たら全然気づかなかったんだけど、昨日まではいつそうなったかわからないんだけども、フォロワーの皆さんの数が2万人を突破いたしました。ありがとうございます。まあ本当におっさんのたわごとをね、フォローしてくださるということなんでね、ありがとうございます。本当に2万超えた、すごいね。今日の監修が2万4000いくら、というところまで来ましたけどもね、さあどうでしょうかということでございます。さて、今日はね、本当に前半戦最後のゲームということで、非常に重要なゲームだったのね。勝てば貯金、負ければ借金という、そんなゲームでなんとか、先制して追いつかれて、ひっくり返されて、突き放されて、その中で、また、追いついて勝ち越して逃げ切るという、そんなゲーム展開だったんでね、それを本当勝ててよかったんだけれども、皆様のコメントをご紹介してまいります。まずマッスルサムライさん、ワゲスパックよく抑えてくれました。今日クローザーできました。セーブシチュエーションできました。159出たし、リリーフの方がええんかもしれんね。守備は反省やということ。よく抑えてくれたけどさ、先頭フォアボールだよ。オレンジマッコリさん、ワゲスパック投手は先発より勝ちパターンのリリーフの方が活躍できると思う。なるほどね。結果的に今日0点に抑えて、みんな満塁から抑えたイメージしかないでしょ。中島監督もおっしゃってたけど、そこに至るまでの過程の先頭バッターのフォアボールですよ。クローザーが一番やっちゃいけないことだと思います。僕はそう思ってます。だから結局ビドルが8回使えないのもフォアボールでこうランナー出して苦しいからでしょ。だから、で今日たまたまフォアボールじゃないとは言えないよね、今までのバゲスパックのピッチング見てたら。だから今日はもう緊急だと思いますよ。僕はそうであってほしいと僕は個人的には思う。個人の感想ね、皆さんどう思われようが皆さんの考えなんで否定もしませんけども、僕の考えはそうです。ありがとうございました。ゆうちゃんは本当心臓に悪かったね。もう今日本当もありがとうございます。二郎さんはヒヤヒヤもんでしたけども、やはり一発が打てる選手が必要です。そうだね、やっぱりギータの一発とか見たらそうだもんね。やっぱりね、ギータのホームラン、今日もレフト方向と左中間でしょ。昨日は、右中間に持っていったけど、まだギータが本調してないというところはね、引っ張り切ったホームランがないっていうこと。これ松中さんもおっしゃっていたし、和美さんもおっしゃってたかな、ホークサイドの時にね。だからこれライト方向に引っ張り込んだホームランが出始めると、もう柳田君は手のつけようがないと思います。今本当技で打ってる、それが一流だけどね。低いチェンジアップもセンター前に弾き返すし、素晴らしいなと思いました。一発打てる選手欲しいね。ありがとうございます。でもそんな選手は他にはなかなかいないんだよ。うちにもラオウや正隆さんいるじゃないですか。牛島カレンさんは、最後は心臓が飛び出るかと思いましたが、なんとかですね、飛び出ませんでした。よかったですね。中島監督は救援の監督頑張ってください。そうだね、監督は仕事があるもんね。ということですな。それから、ゆうたさんはオールスター戦最後のゲームを勝てて安心しています。打ち合いゲームをよく勝てたなと思いますということ。田島投手も悪いながらも5回まで投げてくれて、その後リリーフ陣もよく無失点に抑えてくれましたね。後半戦も混戦になると思うので応援頑張ります。応援よろしくお願いします。ね。伏見忠井さんは、序盤にできていればいつも頑張っている先発が調子が悪い時こそ援護できるのに。今日なんかまさにそうだよね。1回2回に点が入ったらもう早い回に東浜君はノックアウトできた。今日そんなに良くなかったもんね。そうなんだよな。でもみんながつないで良い流れができていましたね。そうだね。若月のホームランと9回のワゲスパックの登場には声を上げて驚きました。若月パパナイスホームラン。そんなこと言ってましたね今日ね。おめでとうございますケンケン。良かったね。それから
爽快王さんは中島さんの系統の妙を習得している監督だと思っていましたが、ワゲスパック登板は失敗、近藤でしょう。厳しいね。まあ、いろんな意見がございますから、爽快王さんの個人の感想ですから、まあ、僕は失敗とは言わないけど、今確かにコンちゃんと阿部ちゃんがちょっと疲れてるんだよ、やっぱり。そんなことをね、この間解説していた、これゲーム終わった後なんだけどね、ゲーム中じゃなかったんだけども、阿部ちゃんにしてもコンちゃんにしてもちょっと疲れがあるねっていう話は塩崎さんがしていましたね。やっぱりボールが来てないということ、だからやっぱり一番力の強いボール投げるピッチャーを後ろに持ってきたんだと思うけどもね、今日は監督はもう勝ちパターンの順番を決めていたとおっしゃってましたからね、僕は黒木が来るんじゃないかと思ってたのよ。はい、ありがとうございます。シュート、3、ワゲスパック劇場となってヒヤヒヤでしたが本当に勝ててよかった。コントロール安定したら最強クローザーになる予感もします。まあそこなんだよ、だからそこが一番難しいんだと思うしね、コントロールっていうのが。いい人はいいし悪い人は悪いじゃん。このピッチャー急にコントロール良くなったね今年からっていうのあんまり聞かないじゃんね。あとまあ落ちるボールかな、例えばスプリット、チェンジアップっていうところのボールがあればね、もっとね、難しいな。太田さんは中盤の攻撃が素晴らしかったですね。そうだね、あそこよく打ったね、本当にね。まあでもさ、そのフォアボールなんですよ。だ今日9回のピンチ招いたもフォアボールだし、和田くんが出てきてやっぱりそこで勝ち越されたっていうのは、やっぱり先頭野口くんにフォアボール、今日野口くん全然合ってなかったじゃない、まっすぐど真ん中でも空振りするような今日スイングばっかりだったのに、そこでフォアボールを出してしまった、これがやっぱり、失点につながっていくもんね。ということですな。としのぶさんは貯金1と借金では運命の差なので勝ってよかったです。若月選手、娘さん誕生おめでとう、よかったね、心穏やかなオールスターブレイクを迎えられますということ。そうですね、おっしゃる通りです。ヒーローさんは、大前さんお疲れ様です、本当びっくりしましたね、最終回の起用は本当だね、死球エラーで心臓に悪い展開も、でも結果無失点で勝てました、貯金ターンできました、後半戦からも応援頑張りますということ、一緒に頑張りましょう。僕は喋ってる時は応援はしませんけどもね、何回も言いますね。はい、それからヤナーナさん、比嘉さんの投球が大きく流れを持って作って持ってきてくれた気がします。そうだね、三者三振ね、三者凡退、平野さんがいない中でワグスも最後よく開き直って投げてくれました。貯金1は素晴らしいではありませんか。僕さっきも言ったんだけども、みんな貯金1で喜んでるのこれ3回目なんだけど、過去2回はいずれもそこから大型連敗だからね、ここで喜んじゃダメなんだよ、ここから。だから監督も今日貯金作ったってもたった1じゃんって、まあ、笑いながら言ってましたけども、まあ、それはないよりはいいんだけども、この1はあくまでも通過点なんだよね、ここからいかに増やせるかっていうのがもう連覇あるいはこのあと優勝争いに加わっていけるかどうかということだと思いますね。はい、ありがとうございます。それからウッチーさんは今季初の現地観戦がこんな劇的な試合になって最高です、控えめに言って選手も監督もみんなかっこいい、まあ本当よく勝ってくれたよね、もう素晴らしいと思います僕も。オリアスさん、オリホー最後なかなかのエンターテインメントが待っていましたが、今日の勝ちはマジで大きいと、打線も去年のような粘りがあり頼もしかったです、オールスター明けからもう借金することなく突き進んでほしいですねということ、明日から心穏やかな4日間が過ごせそうでよかったというね、オールスターブレイクね、ありがとうございます。ハヒンさんは2年連続、5割オーバーでの前半戦ターンはバファローズ合併後は初めてだそうで、そうなのかなということ。そうなんだねきっとね、いや苦しい展開でした、みんなで勝ち切ったということで、試合後に中川に声をかけていたワゲスパックはいろんな意味でナイスガイだと思いました。ありがとうございます。それからハーナーさん、最後に四球とエラーが続いて嫌な雰囲気でしたがワゲスパックしっかり抑えましたねということですね。来週土日の ZOZO マリンは現地観戦参戦します。ああいいですね、よろしくお願いします。僕は次の週末は高松でバスケットボールです。
BSG お花さんは貯金ターン嬉しい限りです。ここからが勝負になりますね。オールスターブレイク出場選手は華麗なプレーを期待します。そしてお休みの選手はリフレッシュして、新たな気持ちでリスタートをお願いします。ゴーバファローズというメッセージありがとうございます。ミルク大福さんは最初に、違う本当に最初から最後まで苦しいことの連続。そうだね、一ファンとしてもきつい試合でしたが勝てたし、貯金で勝てて貯金で前半戦が終われて本当に良かったですということ、正直反省すべきところは反省して後半戦に臨んでほしいです、ね、まあそうだね、おっしゃる通りでございます。反省すべき点は少なくないと思いますね。ピティエロさんはギータの2発で今日は負けたと思いました。これまで先発投手が崩れるイコールほぼ負けとなっていましたが、ようやく打線が良い意味で裏切ってくれました。後半戦に向けて、この勝ちが良いきっかけになることを信じますと、まあ、確かに去年の、まあ、優勝した時に勝った時のこの終盤負けていても何か起こるかもしれないみたいな感じはあったもんね。はい、ありがとうございます。それからさあ、牛子さんだ、いつもありがとう。序盤はなかなか点が入らず、またいつものかと思い、そして逆転され、でも今日は負ける気がせず、おすごい、5回で同点、そこからオリックスへ流れが、勝ち越しに成功から健也君のホームラン、最後9回ワゲスが、奇跡をできる男の日でしたね。貯金で終われる喜びということで、そうだね。で、牛子さんの娘さんの称号の織姫の今日の談話です。正直逆転された時はどうなるかと思ったけど、追いついた時点で流れが完全にオリックスに来た。今日は負ける気がしなかった。健也君のホームラン、すごく嬉しいね。最近打つ方も好調でしょ。ホームランまで打って、打てるキャッチャーは頼もしい。パラダイスホームランという談話でした。ありがとうございます。いいな、でもよく見てるな、正午の織姫、いつもありがとうございます。それからブライアン直明さんは、ワゲスパックさん抑えは適性あると思ってましたが、やっぱり縦の変化が一つ欲しいです。中島監督曰くワゲスパックの起用の意図は言えないみたいですが、まあ、絶対言ってくれませんわね。でも今日は考えていたそうよ、あらかじめ、ということですな。まあ、後半戦に向けていろんなことを模索する中で、そして球の速さを考えての起用なんでしょうねということ。そうなのかな。ありがとうございます。それからラブ注入さんは、今日現地なのかな、ありがとうございます。柳田選手の2発で嫌な雰囲気になりましたが、勝利への執念を見せてくれましたね。ヒーローインタビューでの若月選手のパパになりましたはスタンドで涙ぐんでしまいました。まあ感動的ではありましたな、ありがとうございます。それからたくさんね、いただいてね、全部は紹介できないんだ。ヨシさんは総力戦でオリホーです。ワゲスパック投手の評価は厳しいですが、ノーアウトフルベースから引きずらなくよく抑えましたということですね。まあ、評価はどうかな、難しいね、やっぱりね、僕は難しいと思う。これでじゃあ次はもう黒沢ワゲス君頼むよっていう感じには僕的にはならない、個人の感想です。でも今日ちゃんと抑えてくれました。あのスピードボール、先発じゃない時のもう1イニングでいいよっていう時のあのスピードボールってやっぱりすごいよね、と思いました。で、今日もたくさんいただいても全然全部ご紹介できない、ごめんなさいね。ゴロリさんも劇的オリホーで今日は心臓がもたん、これにつきますということで、タカポンさんも特に最後ヒヤヒヤしましたがよく耐えた、ワゲスパック投手ありがとう、ありがとうございますね、本当僕もそう思います。ドリームスカムトゥルーさんも4時間を超える死闘と言える試合でしたね。貯金を一つ作るのがこんなに大変だとはということで、全員で勝ち取った勝利でした、よかったですというメッセージありがとうございました。それから玲子さんは現地観戦でした、私の白星記録も途絶えるかと思った瞬間もありましたが、お勝利の女神なんだね。勝利の女神は微笑んでくれましたと、ね、書いてある。貯金タン嬉しいですねということですね、ありがとうございます。現地の方ね、ありがとうございますね、今日ね、素晴らしいわ。
あと現地の方何人かいらっしゃった、これこれ、1988、10.19、川崎さんです。子供と現地観戦でした。観戦成績は7連敗中の私が来たから、9回の大ピンチは柳田に逆転満塁ホームラン打たれるんじゃないかと、心臓が口から出そうでした。よかったですね。私の連敗も止まって2勝7敗になりました。まだ5つ借金がありますが、ありがとうございます。桜咲くビーズさんも現地でした。最後はスタンドが悲鳴と歓声交錯して変な汗をたくさんかきましたということですね。勝負の後半戦ですねということですね。それからユミさん、いろいろ思うところはありますが、全員で勝つという選手の思いが前面に出ていたように見えました。9回の表だけで酸欠ですが、確かに見てる方大変だったね。勝ててよかったですということ。この貯金をなくさないようにしたいです。連覇はうちしかできない、おっしゃる通りでございますよね。ありがとうございます。それからフグさんもね、現地の写真を貼ってくださいました。最後ヒヤヒヤでもナイスゲームでした。去年のいい雰囲気になってきました。信じています。お疲れ様でしたということです。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。また見てください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまたね。またナイスゲームでした。勝ててよかった。勝てばナイスなんだよね。今日僕はちょうど帰り際のところの駐車場で、球団社長、湊球団社長と会って、で軽くグータッチして帰ってきましたけどもね。やっぱり球団の方も勝てばやっぱりね、まだまだチャンスがあるんで頑張っていきましょう。